のびのびクリニック。お次の方どうぞ。はい、のびのびクリニックのお時間です。今週もあなたの明るいエッチな悩みにお答えします。私はナースの原田信子です。よろしくお願いします。そして悩みに答えてくれる先生をご紹介します。久米村直子先生です。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてナースの桂ぽんぽこちゃんです。はい、ホットドッグみたいに割れ目に太いの挟みたい、桂ぽんぽこです。ナースをしながら落語家をしているぽんぽこちゃんです。よろしくお願いします。お願いします。さあ今日は女性リスナーの方ですね、はい、横ちゃんという方からいただきましたお悩みです。私の悩みを聞いてください。私には付き合いたての彼氏がいます。付き合いたてっていう炊きたてみたいな感じどこに正直めちゃくちゃイケメンで、私の方からアプローチして付き合ってもらったのですが、エッチがまるでダメでした。男性がよく動かない女性のことマグロと言いますが、まさに彼はマグロでした。おまけに私に対して上になれとか命令ばかりで、冷たい動かない冷凍マグロのような彼に気持ちが冷めてしてしまいました。ただ一緒にデートする分にはイケメンだし、みんなにマウント取れるのでいいのですが、私は一体どうするべきでしょうか、というお悩みです。イケメンだけど、うん、エッチが、まあ、下手くそなんですかみたいですね。これはこういう人っていうのは直子先生、うん、はい、今までに付き合った方の中で多かったんじゃないですか。いやいや、私はあの男は顔で選ばないので、どこで選ぶんですか。人柄ですね、うん、柄のついた何ですか。違う、柄じゃない、人柄。人柄、はい、あ、じゃあ心でハートでってことですか。ハートで、はい、大事なのはハートだ。イケメンはもうイケメンっていうのしかないですからね、若いうちは。でもあのイケメンで、はい、まあ、エッチが上手とかっていうのが一番いいですよね、うん、いいでしょうね。最高ですね。でも直子先生はもうそんなの関係なく、はい、人柄だけ。人柄はいい、人柄には人柄はいいけどエッチがダメ。あ、そんな人は少ないですよ。え、ね、人柄がいい人はあのサービス精神旺盛ですから。うーん、でエッチも上手なんですか。上手か下手とかっていうのではなくて一生懸命です。あ、素敵素敵素敵。あ、一生懸命一生懸命。あ、じゃあこの一生懸命さがないんですね。そうです、そうですね、うんうんうん、このイケメンはね。そうか、だからあのもう顔だけで女性が寄ってくる、はい、うんうん、そうなんでしょうね、でしょうね。だからその女性に対する、なんて言うんですか、優しさとか、はい、そういうのの細かい気配りとか、うん、はい、そういうことができないかもわからないです、ね、そうだと思います。ぽんぽこちゃんどう思いますか、この方。でもこれすごい結構あるあるですよね、うん、こういうのはありますよね。あるある。ぽんぽこちゃんはこういうイケメンでエッチがダメという男性付き合ったことありますか。あの、私はお付き合いしてるつもりで向こうはそうじゃなかったっていうのはあったんですけど、はい、ただなんかそのイケメンってだけで十分女性ってその気になるんですよね。だからもうすごく頑張ってブサイクほど下ごしらえしてくれるんですけど、うん、もうイケメンってだけでも下ごしらえ勝手に自分ができるので。何ごしらえですか。下ごしらえというか準備、はい、がもう全部できてしまうので、イケメンってだけで。だからもう全然努力してくれなくって、こっちが上に乗るだけでもう完成してしまうので。あ、そっちエッチの方の下ごしらえですか。はい。へえ。直子先生分かりました、今下ごしらえ。分からなかったです。ね、着物着る時とかでもね、はい、下ごしらえとかって言いますもんね。
はい、あ、そんな言葉聞いたことなかったです、はい、あ、そうですか、はい、まあ、ポンポコちゃんいつもね着物着て落語やってますからね、そうですよね、下ごしらえはできたとかって言うんですか。あ、そうですね、一応下準備はしていきます、一応はい、下着は取ってエッチがまるでダメのイケメン、うんうん、でも、まあ、周りの人にはいいね、あんな男前でハンサムな彼ができてとかね、うんうん、あんな人と一緒にね、はい、って思ってるけども、はい、実はちょっと違うんですっていうことで、ね、うん、でしょうね、どうしたらいいですかこの方、私は一体どうするべきでしょうかって言ってますけど、ポンポコちゃんどうしたらいいと思いますでもなんかこれってやっぱ人間って幸福を感じるのって人と比べて自分が優位に立ってる時と、あと自分が大事にされてるというか自分の価値観で幸せを感じるのと2種類あるじゃないですか、この人その他人にマウント取れてるので幸せ感じてるけど、はい、この彼がハゲたり太ったりしたら終わりじゃないですか、終わりなんですか。もうなんかそのハゲない保証も太らない保証もないの で、はい、で人間性って変わらないけど外見って変わるんで、うん、それでもマウント取れることによって幸せを今感じられる方がいいのか、うん、今後の幸せ感じるかはもう奇妙な横ちゃんさんなんで、うん、そうか、はい、直子先生どう思いますか。私はイケメンっていうだけで偉そうにしてる人に説教したことがありますからすごい説教するんですか、はい、顔なんて年いったら崩れるんだから顔しか自慢のないお前はろくなやつじゃないお前はって、はい、名古屋先生どんなところです、どういう状況でそんな話をしたんですか。なんか昔若い頃に、なんかナンパされて、うんうん、ナンパされたんですか、はい、一緒にいた女の子が、うん、自分でついていきたいって言うと軽い女と思われるからっていうので私に、はい、いいよって言えっていう合図を送ってきたのでわかりますわかります、いりますよね、そういう女の子いいよって自分で言えよと思いながらあ、じゃあちょっとだけって私が言うっていう、うんうんうん、そんなこともしてたんですか。そうです。で行ってそのなんか顔だけの男の人が偉そうだったので、もう顔なんか崩れるんだからと、それしか自慢のないあなたはもうお先ないですよみたいななんか。でその彼その男性とは、はい、お友達は付き合わなかったんですか。その男性に私はアプローチされました。おお、はい、すごい。そんなこと言ったからですでしょうね。あ、言われたことなかったんじゃないですか。あ、そっか、言ってくれたと思うんですよね。あ、こっちはそのつもりないのに言ってくれたって、こんなこと言われたの初めてだって言って、ね、みたい、そういうなんか変なところにビビッとくるんですよ男って本当に変ですよね男の気持ちよくわかるんですね。あのね、6年だけ男やったことがあったんですけど短いです、短かったんです、もうずっと女の方がいいなと思ってうん、うん、なるほど、そうなんですよ、はい、いやでもありますよね、うん、こういうのってね、うんうん、はい、うん、だからどんな人がいいのかな、やっぱり、うん、ね、直子先生が言ったみたいに、まあ、人柄というか、ね、そうですよね、それで一生懸命頑張ってやってくれるのを横からそんなやり方じゃダメだぞって言うんですね先生言わないです、一生懸命は認めますよ、認めるんですか、はい、ありがとうって言うんですか、はい、でもこうした方がいいよとかっていろいろ言わないです、教えてあげた方がいいんじゃないですか。素晴らしかったと褒めます。おお、すごい素敵ちょっとおっぱいのその吸い方がちょっと違うわとかっていうのは言わないんですか。言わないですよ一生懸命なんですもん。でも一生懸命でもうちょっとこうしたら気持ちよくなるのに私とかって言わないんですか言わないんです、その代わりいい時はいいと言いますけど、あ、素敵素敵、良くない時は黙るみたいな、えっていい時はどんな風に言うんですか。いいかわいいかわいいかわいいです、はい、ということで、はい、のびのびクリニック、はい、今週は横ちゃんさんからいただきました、はい、ありがとうございました。来週もあなたの明るいエッチの悩みをお寄せください。のびのびクリニックのコーナーでした。さあ、それではポンポコちゃんから、はいはい、お知らせがあります。すいません、再来週の
土曜日なんですけれども、はい、あの大阪の木取亭というところで、はい、来週だ、来週の土曜日です。来週の土曜日です、ごめんなさい、はい、11月6日、はい、大阪の木取亭というところで、はい、私の同期の姉妹漫才のニックスキャンと一緒に、はい、二人会をやらせていただきます。はいはい、前売り2500円なんですけれども、あのおかげさまで結構もう定員は埋まってるんですけれども、はい、緊急事態宣言が解除されたということで、もうちょっとお入りいただけますので、あ、なるほど、はい、あのぜひご興味がある方は、はい、あの当日ご来場お願いいたします。はい、はい、わかりました。11月の6日土曜日ですね、はい、夜の7時からです、はい、夜7時から、はい、そうですね、朝の7時からね、ポンポコちゃんの話は聞きたくないです、どぎついです。はい、はい、ありがとうございました。